この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Ladies and gentlemen, Ice Jewelry 2009 Daisuke Murakami。フィギュアスケート金沢アイスジュエリー2009いよいよショーの開演です。まず出てきたのは昨シーズン全日本ジュニア選手権3位の村上大輔。金子村上。そして去年の全日本ジュニア3位期待の15歳村上佳菜子。トリプルサルコ。キャティ and Chris Reed。 姉と弟のアイスダンス、キャシーリードとクリスリードです。オープニングですから自分の得意なところを見せていますからね。そうですね、はい、ユズル羽生。そして未来の日本のエースと言われています去年の全日本ジュニアチャンピオン14歳羽生結弦。レナ・イノウェイ&ジャン・ボールドウィン。氷上のプロポーズでおなじみ井上玲奈、ジョン・ボルドウィン組。ノブナリオーダー。加賀百万石のリンクに初登場、去年の全日本選手権で完全復活、織田信成。トリプルサルコ余裕です。たけし本田。ソルトレークシティオリンピック4位、日本のフィギュアスケート界を支えてきた本田たけしです。さあ今度はリレハンメルオリンピック4位、日本にもファンが多いフランスのスルヤ・ボーナリー。いきなりバックフリップ決まった。ジャニー・ウィール。氷上の王子、2008年世界選手権3位アメリカのジョニー・ウェア。どんな演技か楽しみですね。はい、ミキ・アンド。そして金沢にミキティが初めて舞い降ります、2007年世界選手権金メダリスト安藤美姫。すごい声援ですね。やはりこのセクシーな衣装でね、まずはオープニング登場してきました。アルベールビルオリンピック金メダル、銀盤のダンディズム、ウクライナのビクトール・ペトレンコ。いまだにね滑ってますからね、はい、素晴らしいですね。ステファン・ランビエ。この人もすごい歓声です。トリノオリンピック銀メダル、フィギュアスケートの求道者、スイスのステファン・ランビエルです。得意のスピンを見せてくれます。静か荒川。そして2006年トリノオリンピック金メダル、日本中を感動に包んだ荒川静香。We are one.